もこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。僕はですね、今までずっと iPhone を使っていたんですけれども、最近ですねこの Google の Pixel っていうですねスマートフォンに変えました。で、その時動画も撮ったんですけれども、iPhone から Android に変える上において、結構ねハードルになったというか、これはぜひ使いたいなと思ってたのがやっぱAirDropだったんですよね。AirDropっていう iPhone の、iPhone と Mac のですね純正の機能がありまして、このデバイスの間でですね、高速でデータのやり取りができますっていうものですね。で本当にこう僕結構写真とかあと動画のファイルとか使うので、重いファイルをこのパソコンとねスマホでちょっと行き来させるっていうのは結構あったんですね。なのでそれをね、どんな感じでこの Android の、Pixel で実現しようかなっていうところは結構ネックだったんですけども、最近ですねいろいろ試すうちにこれだったらもうほぼAirDropと変わらないし、なんだったらAirDropよりも機能がたくさんあっていいんじゃないかなっていうアプリを見つけたので、今日はねちょっとそれをご紹介しようと思います。なのでAirDropがネックで、iPhone 使ってますよっていう人はですね、ぜひねこれ参考にしてみてもらえると嬉しいです。はい、で早速なんですけれども、そのアプリですね、名前がAirDroidって言います。AirDropにこうもじってるのかどうかわかんないんですけど、AirDroidっていう名前のアプリですね。で、これは、やっぱいいところがですね、Mac も使えますし、Windows も使えます。そして Android も iPhone も、両方使えますというものですね。AirDrop ってどうしてもこう、Apple 製品同士の、データのやり取りになっちゃうんですけれども、こちらのですね AirDroid はもう、全てのデバイスで、このデータの通信ができるので、AirDrop よりもねもしかしたら使いやすさっていうのは、上なんじゃないかと思います。はい、じゃあここからはですね実際に画面見ながらですね説明していきます。で、こちらがですね AirDroid の、Android 版のですね、アプリの画面になってます。この AirDroid はですねアカウントを作って、でその、自分のアカウントに紐づいたデバイスっていうのをですね、自動的に検出して、データのやり取りを可能にしてくれるんですけれども、この画面でいうと僕の場合はですね、MacBook とあと iPad ですねがすでにも登録がされているので、いつでもですねこのデータのやり取りができます。で、実際のデータのやり取りの画面はこんな感じで、LINE の、トーク画面に非常に近いですね。でこの画面から、例えば画像のファイルを選択して、送信をすると、もうすぐにですねこちらの、僕の MacBook の方にですね、画像が送られてくるっていうようなものですね。でこちらの画像だけじゃなくて、いろんな、ファイルも扱うことができまして、こんな感じですね、これはPhotoshopのファイルですね、 PSD のファイルを、今送ってるんですけれども、それもですねこんな感じで、結構速い速度でですね送ってくれます。でこんな感じで、画像だけじゃなくていろんな拡張子のファイルを、これで送ることもできるので、使い勝手は AirDrop とそんなに変わらないですね。で結構僕が懸念してたのは、大きな容量のサイズの、ファイルですねを送るときにどれぐらいこうパフォーマンスが出せるかなっていうところだったんですけれども、結構動画とかあと写真とかですね、容量の大きなファイルを扱うことが多いの でそれをですね高速でやり取りができるっていうのが AirDrop のいいところだったので、それが同じことできるかっていうので、試してみますと、今ですねこれMP4 の動画のファイルですね、2GB ある動画のファイルを、送っているところなんですけれども、今リアルタイムでこんな感じですね、だいたい35Mbps 前後っていう形で、ファイルの転送がされているんですけれども、かなりですね体感値としては AirDrop と比べてもそんなに、遅くないです。むしろですねこれ今全体何メガあるうちの、どれぐらいまで進捗してますっていうのがですね、 AirDrop だともうこの丸のね、ゲージでしかわからないんですけど、 AirDroid だとこの数字でもわかるので、このあたりもですね直感的に見てわかりやすいなと思いました。でもう、これですねもうアップロードしてこちらからダウンロードという形じゃなくて、直接この AirDroid の、アプリを介してこちらのですね、スマホの方にもデータが送られているので、もうタイムラグなくですねもうすぐに動画の再生ができます。この手間のなさとこのやり取りのスピーディーさはですね本当にこう AirDrop にですね匹敵するアプリだなと思ったので、これはですねぜひAirDrop Android とか Windows で使ってみたいという方はですね、ぜひ試してみてください。でこれAirDrop のいいところで言うと、自分のデバイスだけじゃなくて他のデバイスですね、他の人のデバイスともやり取りができますっていうものがあるんですけれども、こちらのですね AirDroid でもねその機能がありまして、この周辺っていうタブですね、この周辺のタブを開くと、この周辺でですね AirDroid 入れている人のデバイスが出てきて、でまた同じようにやり取りができますと思うんですね。
なので、まあ、全部の人がですね、この AirDroid を、入れてくれれば、まあ、本当にこう Android とか Mac とか、関係なくこう全てのデバイスでこの高速でやり取りができるので、このアプリすごい普及してほしいなと思いました。で、こちらのですね AirDroid は、実はこの AirDrop の機能だけじゃなくてですね、他にもねたくさん、オプションの機能があります。例えばこの画面のね、記録をする機能だったりとか、あとは、これすごいなと思うんですけど、この AirDrop が入っているデバイスをですねリモートでも動かすことができるんですね。この、Mac を、このアプリ上からですね、Android のアプリ上から動かすことができたり、まあ、その逆ができますということなので、まあ、かなりこう使い込むとですね、まあ、深みがありそうだなというふうに思うアプリなので、まあ、ちょっとですね、まあ、この辺もいろいろいじってみて便利そうだったらまたご紹介したいなと思います。はい、というわけでですね、今回僕が、ご紹介した AirDroid というアプリはですね、AirDrop と同じような感じで、いろんなデータを高速で、デバイスごとに通信ができますっていうものでした。1点ですね、この AirDroid が AirDrop と違う点としては、この Wi-Fi の接続ですね、同じ Wi-Fi に接続している間はどんなにこう大きな容量の、サイズの動画とか、ファイルをですね、転送しても、制限は全くないんですけれども、違う Wi-Fi に接続している場合、どこか離れた場所に、ね、いる場合は1ファイルあたり、30メガっていうのがですね宣言がありまして、有料にするとその制限が解除されるんですけれども、無料版だとですねリモートで接続している時だけちょっとですね制限がありますっていうのが1個の違いですね。それ以外のファイルのやり取りに関してはこの AirDroid ですね問題なくできるので、よくですねこのスマホと PC 内でねファイルの通信をしますっていう方はこちらぜひ使ってみてください。本当にですね iPhone のすごい気に入っていた機能の一つ AirDrop がですね、ようやくAndroid でもこう問題なく置き換えることができたので、僕としてはですね、非常に嬉しいです。はい。というわけでですね、今回の動画がもし参考になったら、いいねもしくはチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。